ロバートマンはアメリカのバイオリン奏者、オレゴン州ポートランドの出身。9歳から音楽を習い始め、19歳の時にジュリアード音楽院に入学して、バイオリンをエドワード・デ・サー、作曲をステファン・ボルペに学んだ。1941年にナウムバーグ国際音楽コンクールで上位入賞を果たし、ニューヨークのタウンホールでバイオリニストとしてデビューした。 その後、兵役につき、退役後の1946年に、ウィリアム・シューマンの提唱による、ジュリアード弦楽四重奏談の結成に第一、バイオリン奏者として参加し、1997年に引退するまで、その任に泊まった。1988年に、シアトル交響楽団を指揮して、指揮者としても活動を始めた。作曲家としても活動し、 オーケストラのための幻想曲は1957年にディミトリ・ミトロプーロスの指揮するニューヨークフィルハーモニック交響楽団の演奏会で上演されている。教育者としては2005年より小沢誠治スイス国際音楽アカデミーの講師として指導にあたり後進の育成に尽力した。マンハッタンの自宅にて死去。去年97。ありがとうございます。